と三島も、はい、高校っていうか学生時代ちょっとサッカーをやってました。やっぱシンプルにこうねサッカーが見れるっていうのも嬉しいですよね。いやもう、ありがたいですね。僕はずっとサッカーやってて、サッカーやってながら僕らみたいな少年たちはサッカー選手に憧れてサッカーをやるわけですよ。そうですよ。またねこう歌手としてこのピッチに行かせていただけるすごい考え深いです。そうですね。でしかも秋田はねお友達が、そうなんですよ、渡選手、僕広島出身でして僕もサッカーずっとやってたんですけども、もうね学生時代の頃から飛び抜けてで久しぶりにさっきね会った話で頑張ってねって話をしてたんで、今日ね僕らの歌で精一杯ね、トリニータの勝利にね、貢献できるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。